っ張るんです、はい、歩けば歩くほど突っ張るんですね。かも歩き始めはどうですか。いや、あまり意識したことないからわからない。そんなに痛くないってこと。そんなに痛くないけど、突っ張るね。痛くはないけども痛い。あの、軽量大きいんです、ここ。グラウンド。その横が。いえいえ、ここのところ。横やね。はい、で、ここからこういう感じ、この筋みたいな感じで、ここにスーッ。ずっと軽量もん。たまに。たまに。じっとしてて、歩いとって。いえ、夜。夜、うん話は遠くから分かりにくいなのですみません昼の話から夜の、あ、はい、夜にね、はいはい、分かりました。それは、そこの筋肉が硬いから軽量筋は、それも分かりません。いや、硬いんですよ。硬いから血流がすごい悪くなってきて、酸素不足で筋肉はもう酸素が足らなくなってきて、もう動けなくなってきて、軽量筋座るときに横座りで、ここのところにこう、負担かかるっていう感じ。正座するときに横座りになりますよね、うん、で、ここのところがなんかやっぱり痛くなる。あ、座ってたら長い間座ったら、はいはいはい、あ、それも筋肉硬いから、うん、うん、で、その筋肉が硬くなってる原因というのがあなたの歩き方なんだけど、向こうパチパチ、もう触らんでも分かるけど、もうめちゃくちゃ硬いから、肩も首も背中も腰も足も全部重たいですよね。痛くなりますよね。もう全身的に硬くなってるの。奥さんも歩くときにつけますよ、ね、後ろに倒れてる奥さん、うん、思いっきりしてるもうちょっとこれでいい、うん、はい、うん、思いっきり後ろに倒れてる、うん、だいぶこうウエストからこのまっすぐの通りやけど、かなり後ろに倒れてる、腰が引いちゃってるという。だからね、あなたよりがこちらの奥さんの方がもっと癖が悪い癖が出やすいんですで、うん、悪い癖を消せよということが見たら、うん、ここです、ここで、はい、これでかかとにかかってる割合がすごい少ないです、はい、ね、はい、ほんの 10% が引っ付いてる程度ですよ、うん、でも前にはすごいかかるでしょ、はい、ね、その親指の感覚があります。そう、ここなんです、うん、ここで立って歩いたらそれ前傾してるんです少し、はい、これでいくからというんで、そこで前傾した状態、はい、この場で、はい、前傾した、はい、前傾したまで、そう、そう、そうそう、前傾、そうそうそう、ご時間的にどうやる、こんな感じで、はい、はい、はい、向こう行ってください。ものすごい指先こうやって上げはるでしょ、うん、はい、あ、そっか、上げないほうがいいんですか。上げないほうがいいんですか。上げないほうがいいじゃないし、ね、自然かかと上げてください、かかとをこうやって上げてください。かかと、はい、はい、指先のことなんか気にしてあげるのは、はい、ものすごい上げて、はい、ものすごい上げてます、ものすごい上げてます、ものすごい、あのね、あの靴の上、このあなたあれ、え、今そうそう、全然ダメです。ここす、あの、破れでしょ、下、あなた破れないですか、そこ。今は破れないです。今じゃなしに破れてない、今は破れてないです、新しい針からよく破れ、今じゃよく破れるでしょ、破れます、そうです、それ言ってる。だからその指すごい上げてるから、靴の上に当たって破れるんです。はい、もうちょっと上げてください。はい、前に前傾して、はい、かかと上げて、はい、そう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 、ちょっと良くなってきた。はい、かかと上げて、かかと上げて、はい、こっち側でいけて、下見ないように、かかと上げて、かかと上げて、かかと上げて、めっちゃ上げてる、すごい上げてる、はい、かかと上げて、ものすごい上げて、はい、最高、最高です。はい、どうぞ歩いてください。あ、膝上げてください。ちょっと膝上げて、意識的に膝上げて、そうそうそう、そう、それで、それで、あ、もうかかとにものすごくかけてるな、ターンするときにね、珍しい、ターンするとき、こんなターンでしょ、普通ターンでこうするんですけど、こう、足先でターンするんですね、ターンで、かかとでターンする、まあ、ないですよ、私初めて、思いっきりかかとにかけてはんの、これですよ。あらあら、今も一緒だ、ベッターって話してる、はい、ね、あのね、はい。